ユルゲンダムラスコンはメキシコベラクルス州トゥスパン出身のプロサッカー選手サッカーメキシコ代表アトランタユナイテッド FC 所属ポジションはミッドフィールダー中流階級の家に生まれた父方の祖父がドイツ出身のためドイツのパスポートも所有している2歳の時父親の仕事の関係でトロントに移住2年後メキシコに帰国しグアガラハラに移住した 父親の学業を優先すべきという意向により17歳になるまでサッカークラブに所属することを許されなかった。グアダラハラに本拠地を置く CF アトラスでプレーを始め、後にエステディアンテステコスに移籍。2012年3月のリーグ戦 CF モンテレー戦でプロデビュー。シーズン終了後、クラブの2部リーグ降格に伴い CF パチューカに移籍。 2015年6月、ウォンル、ティグレスに800万ドル超の遺跡金で遺跡。2015年3月、メキシコ代表初招集。同月開催の親善試合、エクアドル戦で84分から交代出場始発キャップを記録。2015年11月のホンジュラス戦で初ゴール。瞬速の持ち主として知られている。2015年に、 マルカ氏が FIFA の公式記録に基づいて発表した俊足ランキングではガレスベールについでにであった。ありがとうございます。